暇期間の虫は、携帯電話向けのホラーテキストアドベンチャーゲーム。株式会社セガが運営、提供する携帯サイト、ぷよぷよ。セガアプリのコンテンツの一つ。ドコモ、au、ソフトバンクで配信中。他人の過去を追体験できる、隙間に入り込んで、怪事件の謎を解き明かすホラーアドベンチャー、暇期間の続編。前作から数ヶ月後の、 とある田舎町、バイ坂町を舞台とする。各館にはずつの合計6館構成。話数や関数には関数時の大技が使われる。全体で8つのバッドエンドと1つのノーマルエンド、6つのグッドエンドが存在するマルチエンディング形式。アプリの起動時に月額登録確認が行われ、初回の認証を行った日から翌週の月曜日になると、 時間のデータがダウンロードできる。一周クリアに約五週かかるが、それ以降は、牧の入れ替えは自由となる。東京で暮らしていた、女子高生の鏡みみなもは、ある日差し出し人不明の手紙を受け取り、自分が両親の本当の子供でないことを知る。倍坂町へ来れば、本当の親を教えてやると書かれた手紙の内容に、従い、町へやってきたみなもは、 不思議な少年、京と出会う。呪われた町へようこそ、呪われた子供よ。本当の両親の手がかりを探すうちに、謎の会議に巻き込まれた水面は、そこで、京都再開し自分にかけられた呪いの正体を知る。果たして水面は、謎の呪いの封印を解くことができるのだろうか。基本的に前作と変わらないが、新たに、名数が追加されている。ありがとうございます。